あのね、俺が人生の中で一番尊敬する2人。いや、ほんとオーバーだって。いや、この2人をのけては俺の人生はなかった。だって俺の恋愛の話から、高校生の頃から恋愛の話も全部さとみさんと健三さんにしてもらって、もうこの二人がなかったら今の俺もない、ね。じゃあ、その説明をせんとやっぱ分からない。まあ俺は健三さんとさとみさんがこれがいいよっていうやつが一番いいかなって。で俺はアンコールつけたよね。ただ今はやっぱほらストーブ事情もいろいろ変わってるから、うん、あの当時と俺がいいと思ったのがいいのかは分からんけど、ごめんごめん、先祖さんがね。でうちは家も健三さんに建ててもらって、健三さんは結構全国でも有名な、あのログビルダーの社長さんですね。で家も建てれるけど、材木をどう生かすかとか、新月伐採とかでどう長くあの家を長持ちさせるかとか、どうこう工夫して生活しやすいかとか長持ちするかとか、いろんなことを考えてやってるから、正直言って儲かってるのかなっていうぐらい、まあ自分の技術を惜しみなく出してるようなタイプさん、そこを説明してほしいな僕は。ああ、なるほど。もう説明してくれだけ。アーティスト、家建てるアーティスト。うちの家も建ててもらって。うちの家も健三さん。でその家は、なんていう賞でしたか。賞を取りました全国で。ハウスオブザイヤー。ハウスオブザイヤー。ロブハウスオブザイヤー。で健三さんと二人で乗ってる写真も全国紙にありますけど、賞を取りました。その棟梁さん、大工さんです。こだわりがすごいです。薪ストーブを。広めていく活動になるんですかね。薪ストーブをつけてます。おすすめして。でこっちの薪ストーブが気になったんですけど、南米のチリの薪ストーブで、で向こうの方に行った時にこれここで火を焚くところ、まあ、民泊みたいな感じでしたら、そこの荷もついてて、1階に1台っていう感じで、このストーブが南米のチリにはあります。ほうほうほう。でだからすごいリーズナブルな価格でチリの方では手に入るんだけど、まあ日本まで持ってくるとそれなりに、いい値段になる。はあ、このやっぱ、まあ魅力はいっぱい取っ手があるところかなとは思ったんですけど、まあここで薪を燃やして、ここが空気の調整で、ここが風が入って、ここがオーブンになってます。今これ焼き芋を温めてるけど、まあパンも焼けるし、まあいろんな鶏の丸焼きでもできるかな。下が皿を干したり、なんか自由な。まあチリの人に聞いたら、ここは濡れた靴を置いとくんだとか。まあ冗談か何かわからないんだけど。はあ、すごいな。で、まあこの会社に探して、で、まあ、日本に持ってきたいんだけどっていうことで、まあ、これ輸入してるのは日本でこのうちだけです。すごい、いやこれかわいいですね、こっちがいつも見るような形っていうイメージがありますけど、これ、これ、はい、これはこれは、はい、もうこの動画を見てもらうと分かるんだけど、はい、最近炭に火をつけることができない若い人たちがいて、はい、この袋に直接火をつけると、もうそれで、あ、もう炭も入ってる、バーベキューができるっていう。もうこれだけで始められる。そうそう。でこれを取ると、使い方がもう出てくるんで、でも紙袋ごと燃やして、そうそうそう、全部燃やせるよっていうあれですね。これが YouTube で出てきます。なるほど、ええ、ぜひじゃあ紹介させていただきます。ありがとうございます。マーケットコーナーで案内か。それは健三さんに聞かんと俺は分からない。なんでこんないっぱいマーケットコーナーあるんですか。ここが空気の創作。下はこれは、はい、あ、はい、でこれがオーブンで、おお、
いやほら、もうすげえ。ここがダンパーで、でここ開けるともう勢いよくする。これほら、こういうのがあると俺たちはやかんとか鍋とか置きたくなるんですけど、これ大丈夫ね。大丈夫。関係あるんですかこれ。場所によって温度が違う。温度が違うから。火力が欲しいときはここ。そうそう、こっちで温めて、でこっちで保温するような。すげえ。いや、うちもね、ストーブで結構できるのよ。もう、おでんとか、ビュー、ガス使うやろ。に、あの、鍋物とか。こっちも映していいですか？映していいですか？こっちも。あ、いいですよ、いいです。ありがとうございます。はい。あ、どうぞどうぞ、すいません。ちょっと勝手に撮影します。冷たいやついけます。いけました。ジンジャーエールいっぱい。ジンジャーエールいっぱい。そこがこれだけで、あ、暖も取って料理ね。で、この後ろに窓を開けといて、夏は窓を開けとくと熱が逃げるんで、夏の調理だって。昔のかまどとかあれみたいな感じ。そう、それで子供たちが学校帰りに薪をこう歩きだ拾って帰ってきて、で家に薪を入れる箱がいる。楽しいね。そこのはね、完全オフグリッドで、電気もついてない、ガスもない、電気もない、まあ、水はあるけど、で、電気は屋根の上に太陽光を1個だけ乗せといて、電気がいいときにはそれで洗濯機は回るっていう。あ、まあ、今の世の中って思うけど、実は災害が起きたりとか、そういうときにもね、なんかこう、勉強しておくだけでもね、あ、こういうときにはこういうのを燃やすんだとか、こうやって火が炊けるんだとか、飯が炊けるんだっていうのを知ってるだけでもすごく強いよ。みんな、応援するよ。